せ。あの時なぜ黙っていたの。あの時なぜ罪から遠ざけようとしてくれなかったの。私は望んで敵になったわけじゃない。それなのに許しを施してくれようともしない。どうしてなの。こんなところに逃げ込むとはとうとう観念したのかよ、お嬢ちゃん。何を怖がってる。散々村の者を殺したやつが。いいことと悪いことがあるんだ。いいか、世の中には昔から誰が決めたわけでもないルールってもんがあるんだ。そんなにややこしいもんじゃねえ。よそ者は周りに挨拶して村に馴染んでいく。そんなもんだ。若いやつは年寄りより先に死ぬはずがねえ。それが外場みてえにちっちゃな村を守ってきた大事なもんだ。お前はそいつをズタズタにした。ルール破りは地獄へ帰んな。二度と起き上がってくるんじゃねえ。